もうね、喧嘩のレベルがくだらなさすぎるんですよ。うん、そのゴルフを買ってきましたと、うん。それまではフジテレビがアメリカの PGA ツアーを電通経由で買ってたのを、そのゴルフの権利を NHK 側が電通から奪い取ったので、うん、ソニーオープンをするのにフジテレビは NHK の許可がないと、正月のソニーオープンハワイのね、うん、中継ができないっていう状態を作り出したんです。やりたいだろ、お前ら。フジ、ソニーとの付き合いがあるからやりたいだろ。やりたければ、ヒエダが俺とこに挨拶来いって言って、それだけで。くだらねえ。くだらないことで。くだらねえ。で、フジテレビは、いやもう田島さん、いくらでもお金出しますと。別に、2000万で売ってたんですよ。地上権をね。もう別に1億でも2億でも出すから、うんうん、うちのヒエダが海老沢さんのところにお願いしますという、海老沢モーデをやめさせてほしいっていう。ああ、なるほどね。そんなくだらんことやってるんですよ。いや、NHK としたら別にね、それだけ買った権利の中で、どうせ放送しない権利だから、別に2000万のもの1億にした方がプラスになるのに、いや、毎回ヒエダに来させろ。でもね、その辺のプライドとかは、あのおじいちゃんたちは本当すごかったですよ。だから堀江さんが挨拶に行かなかっただけじゃないですか、プロ野球球団。まあ確かに。三木谷さんは挨拶に行ったでしょ。それだけなんですよ、ね。そうですよ。でもね、途中で分かったんですよ、それ。あ、挨拶に行くだけでいいんだと思って。そうなんですよ。これはね、これは世の中の人は信じられないかもしれないですけど、香典を持って行ったとかね。うん、全部チェックしてるんですよ。自分のお父さんとか自分のお母さん亡くなった時に、誰が葬式に来たのかっていうのは結構見てて。だからもうね、俺に挨拶があったからあいつは可愛いやつみたいなのは、あのじいさんたちのなんか、なんていうかステータス。なんでヒエダさんに挨拶来てもらわなあかんねんと思いながら、もう僕はそれは言ってます。